アイハヌムはアフガニスタン北部のタハール州にあったギリシャ人による古代都市でアレクサンドロス3世による征服後の紀元前4世紀に作られたグレコバクトリア王国の主要都市アレクサンドリアをクシアナに否定され後のエウクラティディアの可能性もあるアイカナムという名称はウズベク語でガツの夫人の意オクサスと国茶川が合流する地点にあり インドア大陸への玄関口だった。アイハヌムは、約2世紀にわたり東洋におけるヘレニズム文化の中心地だったが、エウクラティデス一世の死後間もない紀元前145年頃、遊牧民月子の侵入によって壊滅した。その遺跡は、1961年に、当時のアフガニスタン国王ザーヒルシャーが、狩猟をしていた際に偶然村人から石灰岩製の、 ギリシャ的な彫刻を持つ中東を見せられたことを契機に発見された。1964年から1978年まで、ポール・ベルナール率いるアフガニスタン、考古学フランス調査団が発掘し、ロシアの科学者も発掘を行っている。アフガニスタン紛争によって発掘は中断し、その地は戦場となってしまい、ほとんど原形をとどめていない。アイハヌムは、 バクトリアの東端にあった。この地に都市を築いた理由はいくつか考えられる。大きな川のほとりにあるため、農業用の灌漑水に事欠か,かなかった。アイファヌムからヒンドゥークシュ山脈に向かう地域は、鉱物資源が豊富で、特に歴史的バダフシャーン地方のサリサング鉱山から産出するラピスラズリが特に有名である。その他、ルビーや金などもある。さらに、 バクトリアの中でも、北方の遊牧民の領域と接している地点で、特に中国との交易に重要な場所だった。様々な工芸品や建築物が見つかっており、東洋の影響を受けた高度なヘレニズム文化があったことを示している。ヘレニズムの都市の特徴をすべて備えており、ギリシア様式の劇場、ギムナシオン、コロネードに囲まれた中庭のある、 ギリシア様式の住居などがあった。アイハヌムは1.5平方キロメートルの広さの大きなギリシア都市であり、セレウコス朝とグレコバクトリア王国の主要な都市だった。また、紀元前145年頃に、グレコバクトリア王国のエウクラティデス一世が亡くなった頃、この都市は破壊され、その後二度と再建されなかった。アイハヌムで見つかった。 紀元前2世紀頃のコリント式中東、アフマドシャーマスードがその地に要塞を築いた際に発見した。調査団は様々な構造を発掘した。その一部は完全はヘレニズム様式で、一部はペルシア建築の影響を示している。アイハヌムで出土した紀元前2世紀頃の化粧漆喰性の顔面様々な彫刻の断片も出土しており、 同時期の地中海での発展した様式よりも若干古い伝統的様式の彫刻が多い。特に素晴らしいギリシア様式の巨大な足の部分が見つかっており、全高5メートルから6メートルの彫像の一部と推定されている。その足が履いているサンダルがゼウスの雷のシンボルを備えていることから、その像はオリンピアのゼウス像を小さくしたものと考えられる。 他にも次のような彫像の部分が見つかっている。アイハヌム周辺には彫刻に適した石が少なかったため、木の骨組みに粘土や化粧漆喰を持っていく塑像が多く、その技法が中央アジアからさらに東へと広まっていき、特に仏教美術でよく見られるようになった。場合によっては手足だけを大理石で作っている。アイハヌムでは、 現地語化していない古代ギリシア語の金石文も多数見つかっている。この格言はクリアチョスというギリシア人がデルポイから復写してそこに記したと碑文にあり、このクリアチョスはアリストテレスの弟子クリアーカス・オブ・ソリーの可能性もある。上の碑文が刻まれているキニアスの破壊し次の文章はその宝物庫にあったオリーブオイルの壺の預かり書を英語に翻訳した。 ものである。これらの壺は、計算によると、紀元前147年まであった。このことからアイハヌムは、その直後に破壊されたことが示唆される。死子に惹かれた、キュベレー、奉納された生贄太陽神を描いたプレートエウクラティデス一世の、時代までのグレコバクトリア王国の効果が多数、出土しているが、それ以降の貨幣は見つかっていない。 アギャザクリーズとヒンズーの神々を描いた珍しい効果も出土している。ベーダの神々を描いた最古の効果とされており、ビシュヌの初期のアバターラバララーマ聖者、バスデーバ・クリシュナなどが描かれている。これらは、グレコバクトリア王国が、北、インドを侵略していた証拠と考えられる。他にも、以下のような異物が出土している。日時計、インクツボ、 食器などの各種出土品から日常生活はギリシア風だったことがわかる。アイハヌムからオリーブオイルの壺が見つかっており地中海からオリーブオイルを輸入していたことがわかる。当時オリーブを栽培していたのはエーゲ海沿岸やシリアだけだった。したがって地中海方面との陸路の交易路が存在していたことが示唆される。アイハヌムで見つかったインド様式の皿。 クンタラの神話を描いたものと言われている。ヒンドゥークシュサンガミアクまでのアフガニスタン南部は、紀元前305年頃から、マウリア朝の領土であり、デメトリオス一世が、紀元前180年に再征服するまでその状態が続いた。アイハヌムは、インド側領土から、ほんの数キロの地点にあり、一世紀以上の間インドの玄関口となっていた。 アイハヌムからは、インドで作ったと思われる遺物もいくつか出土しており、特にクンタラのインド神話を描いたとされる貝殻で、作られ様々な素材と色を増元されたプレートが、有名である。アイハヌムで出土した、ウッジャインの井戸に合わせて調整された、赤道式実時計リグベーダの神々の像を描いた、ギリシア風貨幣も出土している。また、ウッジャインの井戸に合わせた、 赤道式実時計などの各種尾時計も出土しており、マウリア朝との交流、さらには、インドグリーク朝の拡大の中で、インドの天文学も伝わっていたことも示唆されている。アイハヌムで出土したレンガにあった、シンボルアイハヌムには独自のシンボルがあった。最古の建物のレンガにそのシンボルが刻まれている。同じシンボルは、セレウコス朝の効果にも使われており、それらは、 アイハヌムで鋳造されていた可能性がある。セレウコス朝の効果はこれまでほとんどがバクトラで鋳造されたと考えられていたが、最近ではアイハヌムで鋳造された貨幣の方が多いとも言われている。アイハヌムで出土した貨幣はセレウコス朝時代のものに始まり、エウクラティデスの時代で突然終わっている。つまり、 彼の治世の終わりとともにこの都市が征服されたことを示している。北方の遊牧民がオクサスを渡ってバクトリアに侵入したのは紀元前135年頃である。月始の侵略に続く紀元前130年から120年にアイハヌムは放棄されたと見られる。主要な建物には大規模な火災の痕跡がある。 最後のグレコバクトリア王ヘリオクレスは、紀元前125年頃、塔、バルフからカーブルの谷に移した。アイハヌムでは、ヘリオクレスの効果が見つかっておらず、この都市がエウクラティデスの地世の最後に破壊されたことを示唆している。インドグリーク朝の下で、紀元10年頃まで、ギリシア人が、インド北部の各地を支配し続けたが、インドスキタ遺族に征服された。 そのわずか数十年後、月子によるクシャーナ朝が起こり、北、インドに領土を拡大していった。ベグラムやハッダの遺跡と同様、アイハヌムの遺跡も長引くアフガニスタン紛争によって、略奪と破壊が横行している。アイハヌムは、インドの玄関口にあたる。アイハヌムの出土品は、グレコバクトリア王国と、インドグリーク朝の文明を示す遺物として、重要であり、 それまでは、公開外に、それら文明の痕跡は見つかっていなかった。そのため、バクトリアの幻影とまで言われていた。この発見によって、ギリシアが東洋に与えた影響に、新たな視点が与えられ、仏教美術へのギリシアの影響が再確認された。アイハヌムから出土したとされるほぼ実物大の、新緑色のガラス製ファルスなど、 数々の出土品は、スイスアフガニスタン研究所の所長、ポール・ブーカラー・ダイアチーがスイスで、数年間保管していたが、現在は、カーブル博物館に返還されている。ありがとうございます。